大古切騒動、大古切騒動、大小切騒動は、1872年、明治5年に、山梨県で起こった一期。山梨県の民一期とも、江戸時代の享保年間に開国一円は、幕府直轄領下される。甲府盆地の山梨郡、八代郡、駒郡の国中三郡では、近世以前の勤労税制である大古切税法、公衆三法の一つという特殊な、 年貢徴収法公衆末、公衆金とともに、独自の制度として適用されていた。米農を基本とする江戸時代において、国中三軍では、原則米農は九分の四で、農税前額の九分の三は、小切りと呼ばれる米四国一と四章を、金一両で換算でした。大金農で九月に収められ、九分の二は、大切と呼ばれ、七百二十四年。 共放9年以降は、浅草倉舞冬、張り紙値段、百0国イコール35両前後で、換算した大勤労で収められた。このため、国中3軍では、米麦芝居のほか、現金収入を得るため養蚕や、織物、タバコ栽培など商品作物栽培や、参観地での林業などを組み合わせる形態の生業が、確立し、貨幣経済が浸透していた。 高校切り税法は実質年貢負,負担の軽減でもあったため、戦国時代の武田氏時代の起源、実際には期限は不祥と位置づけられ、領主側では年貢増収のため廃止を試みる物眼鏡に抵抗し、明治まで存続した。明治維新により1869年、明治2年7月27日に開国は甲府県と改められ、三軍政局。 大官所は廃止とされ、山梨県一円は、甲府県知事の統治下となった。海の国に存在していた五三協領のうち、盆地東部の田安ス103カ村7960国では、大官支配の続いていたが、田安スでは1792年、完成4年に起こった大規模なエッソ事件である太ス騒動の名残もあり、田安大官や特権承認への不満が募っていた。では、 甲府県への返入を求める、農民一揆が起こる、田安良一揆。発足直後の明治新政府は、旧藩領の接収を図り、各地で農民一揆を誘導して、領主権を放棄させる政策を行っていた。甲府県庁も、同様に、田安良の併合を行い、県知事の土井実ただ、土久根正、県蔵と、 政府民部省から派遣された監督、大輔、塩野屋良官は、両者の間を仲介して、田安家に自主的領地返上を約束させ、1870年、明治3年5月に、田安須良は、甲府県へ編入された。旧田安須良では、ご一心として、甲府県編入は、好意的に受け入れられた。1871年、明治四年十一月、甲府県は、 山梨県に改められ、土井が県例となる。大小切騒動は、甲府盆地東部の栗原、万力筋と、大石は、小井沢筋において発生しており、田安す両一期の発生した地域と重なり、田安す両一期は目的を達した経験が、地域所村村の域を上げ、大小切騒動の放棄につながった可能性が、指摘される。 高訴増収を図る明治政府大蔵省は1869年、明治2年には、大古切り税法の見直しを要請しているが、県庁側では、影響を懸念して、時期焦燥であると上申し、現状維持が保たれていた。1871年、明治4年に、全国的な廃藩地県を断行し、甲府県は山梨県と改められた。旧諸藩の高素を一元化した。 明治政府は特殊な徴収法を認めず、1872年、明治5年6月には、大倉省は、山梨県に蹴る大小切り税法の廃止を命じ、8月8日には、県下に布告された。国中三軍ではこれに対する反対運動が起こり、旧、田安領である、栗原筋、万力筋の97家村と大井沢筋、小井沢筋では武装放棄に至る。 六千人とも言われる一期勢は甲府へ迫ると県庁では一期勢を抑え込む兵力がなかったため、問い県令は陸軍省へ出兵を要請し、一期勢には訴えを認める国印状を与えて融話を図った。一期勢の大半は帰還したが、一部は再び市中へ入り打ち壊しを行っており、甲府山田町、甲府市中央の商家、若尾一平宅などが、 被害に遭っている。若尾一平は後に公衆財閥として山梨県財界においても対等する新興商人で大古切騒動発生時には山梨県産種製造人大騒大として不良産種を取り締まる立場にあった。大古切騒動において若尾宅が襲撃された背景には騒動首謀者の島田富十郎が無権威の産種主販売で処罰されていることから 若尾が島田や東軍地域の養蚕農家の恨みを買う事情があったとも考えられていた。2003年、平成15年に刊行された山梨県史資料編13近世録では明治初年、筆者不明の県聞雑記志向、初夏春巡る雪略期間の1、個人所蔵が収録され、若尾と東軍農民との事情が判明した。同資料によれば1872年、 明治5年1月の山梨県庁による明治4年分年組の村に対する催促があり、若尾は近作に走る村役人に対して3割の利息で貸付を、こう、さらに県庁が勤労を拒むと、若尾は一両につき一種、6%強の両替両で両替に応じたという、大小切り騒動に対する山梨県庁の対応には不一致があり、 大正期の山梨青年新聞、内藤文治領、若尾一平によれば、県令の土井健造は、農民の要求を聞き入れ人部しようとしたのに対し、県産児の富岡高明は大砲を用いた、威嚇撃退を主張し、双方が接衷した対応になったという。2003年には、土井健造の子孫家から健造万人の手記が発見され、 実際にトイと富岡の間で姿勢の違いがあったことが確認された。8月末に兵が到着すると、トイ県令は村役人らをエリンジ、公衆支援残庫屋時期に集合させ、国印上を没収し一期の指導者や参加者への厳正な処罰を実行する。大小切騒動の逮捕者は160人以上に及び、同年9月17日には山梨県庁内に 山梨裁判所、後の甲府地方裁判所が開設され、審理が行われる。首謀者とされる、山梨軍小屋敷村、甲州市縁山の長百姓、小沢富兵衛、同軍松本村、笛吹市伊沢町の名主、島田富十郎には、後継の判決が下った。同軍早草村、山梨市牧岡町の長百姓、倉田里作は準流十年となり、 甲府大官所の時計上に収容される。ほか、時計三年が四名、罰金三千百七十二名が課せられた。エリンジなどの寺院では原型単案を行うが、同年十一月十日に、小沢、富太らの処刑が施行された。準流十年となった、倉田理作は千百七十三年、明治六年六月七日夜に、囚人数名と共に脱獄し、 トイ県霊卓の襲撃を起とする。しかしトイは面勘となっていたため不在で、倉田は再び捕獲され処刑される。トイは騒動の収集のため県庁広報誌である、海中日報、後の山梨日日新聞を県民に読み聞かせる、新聞下話会を行い人身の掌握を試み、大小こぎり税法廃止による税負担軽減のため、駒郡日野原原北都市、 旧北駒郡長坂町の開拓などを計画するが、1873年、明治6年1月24日に、土井は騒動の責任により面会される。後任に、県芸心得として前、大阪府三次の藤村四郎が着任し、藤村県政時代には、特徴の公選や食産工業政策が行われた。明治10年代には、半藤村県政、 自由民権運動の論断詞として、海中新報や、金目新聞が創刊された。1881年、明治14年には、海中新報で、野中新、海人の新度が連載され、大小切騒動を時代錯誤の暴挙とし、多くの処罰者が、県民の精神を萎縮させたと論評している。一方で、同年に旧小物なり地の県内リニアが、 勧誘地に編入されることが決定されると、海中新報では、大古ギり騒動を例示した、抗議活動を呼びかける当初が掲載されている。また、1882年、明治15年1月14日の、金目新聞第83号では、大古ギり騒動に関する資料収集の社国が載せられており、一部に事実の作奏が見られるものの大古ギり騒動に関する。 初めての資料を収集して知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。